弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は任せとき弁護士の力すべての街にすべての人に大阪弁護士会がお送りします。皆さんこんばんは MBS アナウンサーの西村あさこです。さて先週に引き続き。 大阪弁護士会取り調べ可視化立ち会い大阪本部所属川崎拓也弁護士ですこんばんはこんばんはよろ,よろしくお願いいたします川崎弁さんは刑事事件を主に活動されているということなんですけれども、はい、きっかけは何かあったんですか、はい、刑事事件の担当の弁護士をしようっていうのは、はいあのまあ一言ではなかなか難しいんですが、えー、はい もともと私の父親がですね大学で刑事訴訟法を教えてましてですねあそうなんですか。はい、あの子どもの頃からですねこう冤罪事件今歴史的に冤罪だともう確定している事件の現場をですね学生と一緒に、まあ、家族旅行代わりに行ったりですね、えー、<laughs> そういうことをしていく中で,ですね <laughs>、はいまあ、出会おうとな出会おうとなみんな刑事弁護人であったりああ刑事日本の刑事司法をよくしたいっていう方がすごく多かった ですね、で子どもの頃からやっぱりこう裁判であるいはこう弱い人、まあ、弱い立場にある人っていうのをこう、まあ、助けるんだみたいな気持ちがものすごい親の刷り込みいですね <laughs> です,すごい刷り込まれてましてやっぱり弁護士になるんだったらあの弱い立場の人で犯罪を犯した人って 犯罪を犯した時には強い立場あの加害者なので非常に被害者と関係では被害者が弱くて加害者が強いわけですけれどもやはり逮捕されて、えー、訴追されるということになるとそれはもう国家権力と一人の人が対峙する場面になるのでその場面では相対的にはやっぱり弱い人になる的に弱そうで,すよ、ねはい、でその人をやはり法律っていう唯一の武器を使ってですね、まあ、守るっていうことに。 こう一種のまあかっこよさじゃないんですけどまあそういう弁護士になれたらいいなと思って刑事弁護やってみたいなっていうふうに最初思ったというのがきっかけなんですがやってみるのと思うのはやはりまた全然違うのでいろいろ思いは揺れてますけどもきっかけはそういう。 形でしたね、はい、のスタジオに来てくださって今テーブルの上にも「携帯刑事弁護六本」っていうのも,ものすごい使い込まれた <laughs> 線もあってあの表紙が剥がれるほどに何度も使い込んだ感じですもんね常に,そばにそうお守りというか、まあ、あの常にあの皆さん弁護士って法律全部覚えてるって思われる方も結構いらっしゃいますけど、はい、全然そんなことないので,でやっぱり調べて復習してそうだったなっていうのう そんな川崎弁さんに大変初歩的な質問で申し訳ないんですけれども、はい、一般的に私たちが思う裁判って民事裁判の場合ね訴えるこう人がいて訴えられる人がいる、はい、まあ原告告と被告がいるわけですよね、はい、刑事裁判の場合は、えっと、被告がいてて相手は検察,検察官にな,りま、ね、なんですよね。あの よくご説明する時には,はい、はい、民事事件というのは横の関係なんだっていうんですね、うん、人と人<え>横並びの人と人がまあ法廷で喧嘩してるような話なんですけども刑事っていうのは縦の関係、はい、国が人を処罰する、はあ、で国のまあ代表代理してるのが検察官、うん、ではい、はい、処罰されつつある人が被疑者被告人、うん、でそれを守るのが弁護人処罰するかどうかっていう縦の関係を律するのが刑事裁判ということになります。はあ、じゃあちょっともう 構成が違うというからそ,、ね、その中で川崎弁さんは取り調べの可視化立ち会い大阪本部所属もされているということなんですけれども、はい、取り調べの可視化は少しずつ進んでいると思ってるんですけれども、はい、その中でも改善点はまだあるんじゃないかとお思いなんですか、はい、そうですすかそうね、ん、取り調べの可視化取り調べを録音録画しようという取り組みをずっとやってきました。で2016年に 法律は改正されて、法律が施行されています。はい、でも今録音録画の対象事件というのは全体の3%しかないんですね。少ないですか。少ないんです。3%です,3な,んですなので、はいえー、警察特に警察では大半の事件は録音録画されてない。 けどもなぜ録音録画されるようになったかというとやはりこう自白を強要するっていう問題があったので、まあ、それを監視するっていう意味合いで録音録画やっていこうとなっているのになんで一部の事件でいいんだろうねっていうことはやはり問題なので、えーはい、まずは全事件しっかりと録音録画してくださいっていうことを今でも弁護士会あるいは個々の弁護士でも活動しているところです。 この3%っていうのはどういった事件っていうのが決められているんですか、はい、あの裁判員裁判対象事件がまず対象事件それと検察独自捜査、まあ、いわゆる特捜事件っていうようなニュースではこうバッと出るような事件が対象事件というふうに言われてます、うん、なので検察庁は結構取るんですけども、うん、逆に警察はもうほとんど取らない<ー>なのでこれはもう完全にダブルスタンダードになっ,ちゃってるとですね今は,は はい、じゃあ弁護士会としてはいやもう全部取ったらいいんじゃないのっていうことを訴えていらっしゃるそ,、はい、それに加えてやはり取り調べに弁護士を立ち会わしてほしいということを最近テーマに掲げて弁護人立ち会いって呼んだりするんですけどもやっています、はい、それはどうしてなんでしょうかそれはですね,ね想像していただいたらお分かりかもしれないんですけども、うん、ある日突然ですね なんかしただろうって言って取り調べ室に呼ばれるわけですかれるもう不安で不安でしょうがないですよね、うん、法律もわからないで相手はですねまあプロなんですよね毎日取り調べやってる人そうですよね,ね、はい、でそこに密室にいきなり2人で入ってですねプロが素人をこうまあボクシングでいうともうプロボクサーが素人をこういきなりわっとやり始めるわけですでそこにはレフリーもいないんですよね<ー>裁判官いないですからそう,かそうすると皆さん自然な感情だと思うんですけど 弁護士さんそばにいてもらったら嬉しいなって思うのが、まあ普通かなと思うんですよね。はい、で、そういう普通のこと。まあ世界的に言うとね。あの多くの国では弁護人たちはあるんですけども。うん、日本ではもうほぼ全く認められてないので。 やはりそれはあ弁護士がしっかり立ち会ってでその中でお話しするならお話をすればいいし黙秘、うん、したいっていうなら黙秘すればいいし権利なのでっていうようなそこをやっぱりしっかり守っていきたいということで録音録画だけではなくて弁護士もそばにいさせてほしい、まあ、こういうういい運動をしててるっていうことですね、うん、あの事前に書いていただいたインタビューシートによりますと、はい、大阪大学、そして京都大学でも、はい、刑事弁護を教えてらっしゃるんですね。 忙しいのに <laughs> あのロースクール、はい、あの今、法科大学院というところに行って弁護士になられる方多いですけども、その法科大学院で刑事弁護の授業を持たしていただいていまし、うん、あの若い学生さんと一緒に刑事弁護について考えてる、うん、一緒に勉強してるみたいな感じですねあ,あれですね、お父さんから受けた英才教育をまたそこ次の大学生にという流れですかね <laughs> かそうなればいいんですけどもね、やはり教えるのは難しいなと思いながらやってます。うもう一つね、はい、この愛 IPJ っていうのが書いてありましてこの IPJ の活動をしているというのはこれはですね最近財団法人になったんですけども財団法人イノセンスプロジェクトジャパンという取り組みで理事を務めさせていただいているんですけどもイノセンスプロジェクトジャパンイノセンスってこれは無罪無罪無実。それを発見するプロジェクト もともとアメリカで始まった取り組みで<ー>、えー、イノセンスプロジェクトっていうのがアメリカにはたくさんあるんですね。あそうなんですかそのアメリカで DNA 鑑定とか科学的な鑑定手法を使って、うん、有罪判決を受けて刑務所に入ってる人を救い出す,、うん、い出す冤罪の人を救い出すっていう活動を一旦もう判決が出てて <laughs> 刑務所に行ってる人を。 ちゃんともうう一回調べ直すってそうですそで日本でいうと再審請求と言ったりしますけどもそういった取り組みが世界的に広まってまして、はい、で私はあのアメリカにちょっと1年半ほど留学してたことがありましてその時にこのイノセンスプロジェクトの取り組みっていうのを勉強させていただいてで日本で。はい あの大学の先生であるとか科学者の先生であるとか、うん、で刑事弁護に携わるメンバーで、えー、こういう団体を作ってですね<ー>、えー、立ち上げから立ち上げ時点は私自身はいなかったんですが、はい、のの法人の立ち上げは私も関わらせていただいて実は昨年はクラウドファンディングもさせていただいてですね<ー>なんと1200万円すごいそうなんす集まったんですかそうなんですやっぱり実はこう冤罪 の問題には結構皆さん関心を持ってくださってるんだなということがよく分かってですねこの団体は無料で、はい、もう完全無償でですね、えー、申し込みがあって、うん、科学的な証拠れ節縁っていうんですけども冤罪を晴らせる<あ>雪に冤罪のとか節縁とでですね節縁できる人をお支援するで、えー、もうお金は受け取らないで<ぁ>科学的なテクニック技術を使って、えー、無罪を。 発見するんだと、まあこういう活動をですね、やらせていただいているい。あそうじゃあ、まあもう本当に完全にその無料でやるっていうことは、はい、そうやってクラウドファンディングで。 もらわないとな寄付もらわないとやりくりできないですよね DNA チェックするのも費用かかりますもんね交通費もかかりますし <laughs> ます、ね、そうなんですやっぱり科学者の方にお願いする以上そこはちゃんとお金払わないといけないので,そ,で、ねはい、それを皆さんからの寄付で賄っているというそういう団体になりますねされてるっていうはい 最後になりますけれども、はい、ポリシーあるいは弁護士とはというお考えを最後に伺えたらと思うんですけれどもどううでしょうかあの、まあ、先ほどの話題でも出たんですけどやっぱりこう声をなかなか上げられない人っていうのは、まあ、世の中にはたくさんいるわけですねでそれは常にそうである人もいるしある局面になったらやっぱり声を上げられない、えー、例えば罪を疑われて。 疑れたけど実は冤罪の人もそうだし、まあ、実際犯罪をしてしまった人だってそんなに何回もやってないのに、えー、多くやられたことにされてるとかですね、えー、まあいろんな意味で言いたいことがある人っていうのは言えない声を上げられない人がいる、うん、そのことをまあ法律っていう,こう武器を使ってえ伝えることのできる仕事だと思っているので、まあ、そういうまあ小さい声がちゃんと聞き取れるような弁護士でいたいなというふうに思ってます。 ありがとうございます今日はもう熱いお話をたくさん伺いましたありがとうございます川崎弁さんでしたありがとうございました,したありがとうございました,ましたここで大阪弁護士会からのお知らせです大阪弁護士会では高齢者障害者の方からの電話相談に弁護士が無料で答えています財産管理、成年後見、消費者被害、遺言、相続病院などでの処遇改善など 高齢者障害者に関するものであればどんな相談でも結構です相談時間は毎週月曜日から金曜日の午後1時から4時電話番号は06-6364-1251 06-6364-1251です 高齢者障害者総合支援センターひまわりの電話相談の詳細については大阪弁護士会のホームページでもご確認いただけます以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや該当インタビューで弁さんのイメージ弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしていますあなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧ください それではまた来週大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は任せとき弁護士の力全ての町に全ての人に大阪弁護士会がお送りしました